今日はマジゆうこさんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、ゆうこさんは今17ライバーのライバーさんをやってまして、はい、ぜひ皆さん見てあげて、かわいい、ずっと一生懸命歌を歌ってるんですけどあれ毎日やってる？毎日やってます。はい、17ライブをね撮ってもらって、リンクをこう詳細欄に貼っとくので、はい、ありがとうございます。興味のある人はぜひ見てあげてください。よろしくお願いします。はい、彼女もうお父さんが僕の知り合いで、ライブをよく見に来てくれる、お父さんとお母さんと一緒に見に来てくれるんですけど、父の先生ですもんね。まあまあドラムをねやってたけど、そうですね、そう言われればそうだよね、お父さんの先生です。そうだから大先生です。大先生です、はい、はい。で、まあ、そのうちお父さんも出演してもらわないからね。そうですね、そしたらちょっとドラムすごいテンション上がっちゃうかもしれないです、うん、はい、ね、ぜひ一緒にやりましょう。で、今日はそのちょっとお父さんがご不在なので、はい、ゆうこちゃんがこうジャズについていろいろ話してたら、ジャズってどういう仕組みでアドリブしてるのかあんま知らんということだったので、うん、ジャズのアドリブのルールみたいなものを、はい、勉強していこうかなと思いますが、はい、この曲は、いつか王子様がという曲ですね。はい。はい。白雪姫かな。うんうんうん。うん、なので、ディズニーのテーマソングにもなったりしてるんですが、うんうん。で、Someday my prince will come っていう、こう、メロディーがあるんですが、これね。はいはいはい。で、これを、このまま弾いてもいいし、いろいろ変化させてもいいのね。うんうん、でまず、この、ここにメロディーがあるから、最初、こう、イントロっていうのがついてるんですよ。はい、これはマイルス・デビスっていう人のアレンジなんですが、ベースがずっと同じ音を弾いて、トン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 、今ここをやってるんで、ここでベースが変わるんだけど、今の分かった？ベースって全然分かんなかったです。トントンってずっと鳴ってる音、これをペダルというんですが、はい、タン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 って聞き取れる、はい、でこれってベースがずっと同じことをずっと保留してるとふわっとした雰囲気になる。なるほど。これマイルスが多分この演奏をした時に、この最初のこのイントロはこのペダルって言ってファの音をずっと弾き続けるのね。ここのずっとメロディーは、うん、ここからここまでずっとファの音を弾き続けても音がうまくいけるんですよ、ここの部分に関してはね。へえ。ここに来た時にベースが普通に、このこっちのコードの音を弾き始める。現実に戻った感じがする。あ、なるほど。それがこのアレンジなの。ずっとベースがずっと F を弾いてて、曲にマッチしてるじゃん。なんかいつか頭の中にぼやっとこう王子様が迎えに来てくれるのよっていうに合ってるという。確かに、うん、これがだからこの曲のよくあるパターンの、F ペダルにしますかっていうだけで今のここまでができるのね。なるほど。でこの後ずっとこのギタリストは メロディーを弾いていくわけですよ。でもう一回ね、ここからリピートで戻るので、今2段目で下の段で、ここからアドリブになる。このコードの音ばっかりを弾く単純バージョンのソロをやってもらったんだけど、コードってわかる？ギターの人がよく押さえたりするやつ、はい、これでこういうのってもともとはスコット・ジョップリンっていう人が作ったって言われるんだけど、クラシックの場合は全部玉を書かなきゃいけないわけじゃん、うんうんうん、だけどドミソだったらもう C っていう、うんうんうん、もう決め事をしておくと、ミソドって弾いても
ソードを見て弾いても、うんうん、ソミドって弾いてもどういう風に弾いても同じサウンドがするから、はい、そっか、自由に弾いていいよみたいな、はいはいはい、はい、でコードトーンっていうのがそのいわゆるこのこれこの D7 だとでファのシャープラドっていう風に決まってるんだけど、うんうんうん、こういうのをまあ要はなんかこうこれが玉で書いてあると玉で書かないと絶対分かんなくなるけど、これだとそのこの構成音を弾いてればこのサウンド感であれば何弾いてもいいっていうルールに変わるわけですよ。え、はい。はい、どうぞ。あのコードって、うん、このドミソとかその3つの音、うん、3つ もしくは4つかな。か4つ。4つ。だけど今そのギターの人1音しか弾いてないじゃないですか。うん、うん、それは横の流れでこううまくつながるようにこう綺麗につながるようにその4つの音をこう今1個ずつ選んでってるのね彼が。ああなるほど。そうするとアドリブなわけじゃん。まずはそのコードトーンだけでアドリブをするっていうのがまず第一なわけよ。はあなるほど。もうそこからアドリブなんですね。ここからアドリブになるわけだなこれが。だからそのいわゆるメロディーにそぐうハーモニーっていうかこうこのねこの和音がつけられてて、今度はこの和音から別のメロディーを作りたいっていう考え方をしてるのね。うーん、だからこの曲だからこの一応コードトーンを追っていくという感じ、うん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 、っていう感じなんですが、で、はい、この4つの音以外にも音は12音あるので残り8つの音があるんだよね。そうするとこの4つの音の中に混じる音、混じりやすい音、うんうん、混じりにくい音があって、それをうまくこうこの4和音の要はなんかこう雰囲気を壊さなければ何を使ってもいいっていう風になっていくのね。はあ。だけどその最初は難しいからまずコードトーンだけでソロすると、まあ、でしかもこうこれ初心者用だから、うん、一応新しいメロディーな感じだからこれもアドリブ、まあ単純だけどあのメロディーとは違うメロディーができてるでしょ。レベル2とかレベル3になってくるとこうメロディーも変わってくるわけですが、レベル3ぐらいで見てみるとここがタンタッタンタッタって書いたのにタン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 ってこうリズム変えちゃうの、うん、変わったでしょ。でレベル4になってくるともう、まあ、一応かなりメロディーも変わってきて、こういうのタタタタとか入れたり、なんか違う音いっぱい入れてるでしょ。混じりにくい音をいっぱいうまいこと使ってる。
ういう感じ。いや、あのこの1枚の楽譜でやってるって言ったのが最初嘘だと思って、うん、あ本当はもっと長い楽譜があるけどこの1枚だけを見せますぐらいだと思ってたんですけど、本当にこの1枚だけで演奏してるし、でもなんか大事なところがちゃんと当たってるから、うん、そう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 、だからこの曲はこの曲なんだけどっていうのも分かります、うん、だからこれピアノソロもずっとこのままこういう、この間ギターの人はピアノの音サポートするための音を弾いてるのね。これギター寄りのあれだからギターの音が大きくなってるけど、今度はこのドラムソロのとこ、これドラムソロもここドラムソロやるとしたらここからここギターがここがドラムソロなんですね。これ交代交代にやるんだけど、ちゃんとこのドラムもこのっていうのをずっと考えながら、で最後メロディーに戻って終わる。メロディーが最初のこの曲のこの曲をやろうよ、メロディーをやるじゃん。メロディーの前に今みたいなイントロがついててメロディーをやる。そしたらこのそれぞれがそのメロディーのこうつけてあるハーモニーから別のメロディーを作ってって物語を作っていくわけ。何コーラスやってもいい、うん、何コーラスやってもいい、そう何コーラスやってもいい。でも基本この途中でやめるってことはあまりしない、絶対じゃないんだけど、基本は必ずこの8888の32小節を繰り返してる、はい、これがまあ特殊な曲だと、まあ、32小節じゃなくてプラス4小節36小節の曲とかもあるし、ただその、うん、みんなこの1枚を見てずっと繰り返してるだけ。いやそれで、ね、そう誰かが物語作ったらその物語の雰囲気を受け取って、彼がやったアドリブのソロの中のなんか何個かのフレーズを覚えておいて、それを組み合わせながら自分がその続きを歌っていく、うんうん、それの続きを歌っていく。でドラムもこのこうギターがこれ歌ったことに対してここのメロディーの後半を歌っているって感じ。なるほど。だからずっとこれを繰り返してて途中でどっか飛んだりすることは基本はジャズはなくて、うんうんうん、こんだけだからみんなもう譜面も見ないわけ。見ないですよね、うん、みんな見てないわけ、まあ、最初 1,2 順見たらだいたい覚えちゃってるから、うんうんうん、あとはもう要は その譜面を見てるとどうしても視覚情報が増えちゃうので、うんうん、僕は目つぶってたり、あ言ってたっけ、誰か言ってた、こっち見てるって母が言ってました。そう黒田先生はずっと左上を見てる、俺ずっとこう上を見てる、うん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 、頭の中でこの譜面は思い浮かべてる。なるほど、うん、で今どの辺通ってるだろうとか、このギターのフレーズが今こういうフレーズで来てるってことはこの辺で終わりたいと思ってるんだろうかなっていうのをずっと計算してる。すごい計算しながら、だから感覚だけでは絶対無理ってことですよね。感覚だけだとさ、やっぱり相手に伝え、まあ最終的にフリージャズとかになってるとこういうルールは もう全部取っ払って、とにかくこう相手に音だけで説明できればそれは最高だけど、ルールがないとやっぱり初めて会いまして、はい、なんか相手の癖もわからないのに、うん、何にもルールなしで喋るとやっぱりこうぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん。はい、だから最初はやっぱりこうジャズの場合は知らない人で初めましてとか、今日よくたまに MC で言うときに今日初めてなんですよとかっていうのは、うんうん、この譜面を見て相手がどうやってやるかなっていうのを探りながらやっていくって感じ。もうその1曲の中で相手の、うん、まあ、性質とか癖って分かるんですか？分かる分かる。1曲どころかもう4小節5小節ぐらいやると、あ、こういうこの人こういうこういうこと考えてるんだろうなとか結構分かる。じゃあもう本当に音で会話してるっていう感じなんですね。そう、なんかこう、あ、もう音出したらいろいろ分かるみたいな。
素敵だなそれは。まあ楽しいよね。だからワクワクするし、上手い人だと本当にもう4小節8小節先が分かるように演奏してくれるので、うん、こういう物語だからねとかで、そうかなと思ってたらいい方向に裏切られたりとか、あそうか、いや こっちに行くんだみたいな、へドキドキがあったりとか。その裏切られた時はどうなるんですか？裏切られた時はとにかくすぐにあそっちに行くように修正するか、しばらくあの知らんふりして見守ってるそんなパターンもあるんですね。そう、あるあるある。面白い。裏切られることはしょっちゅうあるね、うん、そうなんですね、うん。この前そのケイコリーさんのライブの時も、うんうん、あのクリアさんにドッキリ仕掛けたみたいな。ああそう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 、ありましたよね。あったあった。急にクリアさんがあのこうアンコーラスでそれ終わってパッて見たらもうまだまだまだみたいなもう一回やり直しみたいなもうみんなあそこですごい、そのバンドメンバーがすごいニヤニヤ楽しそうにそうそうそうやってるの見て、うん、でもかっこよくてそうそうそう楽しいなって、この見てる方も。そうね、クリアさん確かこう終わろうと思ってフレーズ見たのにこうやってなっててもっとやってねって言われて、でドラムとベース止まれっていう合図がケイコさんがつけたんだよ確か。そうです、そうやって。クリアさん、俺一人なのみたいな感じでそのままうまく修正して、うん、だからうまくつながるようにしてやるみたいな。だからこれも結局その合図があった場所はこの曲のこの辺で、だからクリアさん終わろうフレーズに入ってたんだけど、ケイコさんはあんたたち止まりなよって、ベースとドラムにあんたたちこう止まりなよストップだよっていう合図があって、でクリアさんはここで終わるって思ってパッて顔をこういう、だからみんなねずっとアイコンタクトしてるわけじゃなくて、この32小節は自分のものだからそこでアイコンタクトするってことは あまりないのね、うんうん、じゃなくてこのコーラスが終わるときにもう一回やるのかもう終わるのかっていうのは音でもちろん分かるんだけど、一応確認のために目を合わせるって感じ。なるほど。ここで顔上げた時にケイコさんがあんたまだやるんだよって言われてでここでブレイクしたってことは、少なくとも16小節ぐらいドラム休みでベース、はい、でこの区切りのいいとこだとこの17小節のこのリピートしたところら辺でドラム入るか、ワンコーラスドラムお休みなのか、うん、2コーラスお休みなのかは、それはその場になってみないとわからない。なるほど。あの自分を信じてるというか、あのクリアさんが多分ここで入ったらドラム気持ちいいからっていうフレーズをくれるのね、上手い人は。なるほど。だから前兆がある。ああ ここですね、わかりましたみたいな感じがわかる、でもうベースと一緒にパンって入りました。パンって入るみたいな、うん、だからデタラメでやってるんじゃなくて32のループでずっとやってるから、要は分岐点が16とか32でくるのね。うん。だからそうするとこう突然止まったりとか突然、はい、あのなんていうのかな、入ってきたりとかっていうのは、まあ、このルールのもとにやるってか。へー面白い。まあジャズの 95% ぐらいはこういう、ほぼほぼこのルールでやって、で残りの 5% はもうこのルールもなし、もうあのコードも何弾くか分かんないし、もう好きに合わせて、はい、曲も決めてないみたいな。俺が適当に吹くからそれに合うように入ってきて合うように抜けてみたいな、そこまでいくと、まあ、最強だよね。だから誰の何の曲でもないっていう、そういうのもある曲っていう、今そのまま空気感だけで作っていくみたいな、うん、ものすごくこの音楽の経験値、この音とこの音混ぜるとこうなるとか、この音とこの音混ぜるとこういう効果があるっていうのを、うん、僕たちはいっぱい覚えてて、はいはい、それを駆使して作るみたいな感じ。なるほど。うん、だから こういうコード進行でこの曲ってジャズって大体似てるのね、大体。だから、うん、あの曲のここの部分使ってみようかなとか、このあの曲のこれ使ってみようかなっていうのがいっぱいあって、なるほど。みんなやっぱりめちゃくちゃ覚えてるわね、やっぱり。うん、僕らはそうですね。うん、1000曲2000曲はみんな覚えてるから。もうその場でこの曲やるよって言われてももうみんなパッていける。あ、
ちなみにこの間見に来てくれた時にクリアさんとね、源之進さんが入ってきた時、はい、あれの2ステージ目の一番最初は誰も曲名を教えてもらってなくて、でずっと源之進さんが黒田君この曲何って言っててわかんないですよ、だって教えてもらってないしって言ってて、で途中で、はい、あ2人であ枯葉かって気づいて、あーそういうことか。だって枯葉の前に全然違うメロディー弾いてたんだよ、テンダリーかなーってみんなで言ってて、はい、そしたら急にあのメロディーが変わり始めて、はい、うん、コード進行変わったから、でももう後半もう枯葉の後半のメロディー出てきたから、あこれはもう枯葉ですねみたいな。じゃ本当にそこまで分かんなかったんですね。それ知らないみたいな、そもそも日常茶飯事です、僕が学生の頃とかしょっちゅうそういうのがあって、で知らん曲だったらどうすんのって話じゃん、うん、でこう僕らの場合は、知らんかったらこの繰り返しじゃん、はい、ワンコーラス聴いてる間に覚えろっていう、うん、でこれも見たら分かるけど、この8小節は2回目は一緒なわけじゃん、うんうんうん、これ1回目やってここにここ一緒でしょ、うん、違うとこ行くでしょ、でまた同じことやってから後半だけ、これ後半ちょっと違うだけなのね、うんうんうん、そしたら大概の曲はだいたい16小節分覚えれば、うんうん、8小節が何回か来て、で途中でちょっと違う8小節が来るだけだから、うんうん、繰り返しの法則とかはでよくあるコードの流れを覚えてるから、で、うん、そのピアノの人のベースの人はよくピアノの人の左手を見て、ああこうこの音弾いてるこの音弾いてるって言って覚えるの、ワンコーラス2コーラスぐらい聞いて覚えて分かったら入ってこいみたいな。へえもうプロですね。もうそのそういうののあのうまく合わせるっていうのはもう散々やらされたので、怒られたよ、よくだから全然合わせれなくて最初まで、はいはい、とかこう決めとかも勝手に途中で決めてくるんだけどこういうフレーズが来ると止まるんじゃないかなみたいなフレーズをいっぱい覚えてて、でそれ知らないと見逃しちゃうわけよ、でドラムだけ止まれずになんか鳴らしちゃってたりとかして、はい、うん、で終わったらすごいこうなんかこれぐらい覚えとけよく言われて、へ、何千曲はみんな覚えてる、まあ、プロの人だと400曲500曲は覚えてると思うし、うんうん、あのジョン・コルトレーンとか2万曲とか覚えてたって言われるもんね、やっぱり、すごい。黒田先生は学校で教えてるわけじゃないですか、うん、でもそのこの本番じゃないとというか、うん、学校で教えても学んでも分かんないことってたくさんありますか、やっぱり。まあやっぱりその学校で教えれることって限界があるので、できる限りいろいろ教えるけど、うん、やっぱり結局その場にならないと分かんないってことが多いんで、うん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 、やっぱり失敗しないと分かんないし、やっぱりライブたくさんやるしか方法はないんだけど、はい、で僕らの場合はライブやってうまくいかなかったことを教えてくれる先生もいなかったから、あ今はうちはね生徒がライブやってきてここでうまくいかなかったら音源をねパッて取ってきて聞かせてくれたら、あこれはねみたいな、これはよくあるやつで、このフレーズはもうこの塊で覚えるんだよみたいな、うん、で僕らは、うん、その当時はやっぱりライブやると、あの当時は MD というのがありましてですね、 MD 私も知ってます。本当カチャってはめるやつがあってあの MD で録音して帰ってうまいこと言ってるか聞いて、うん、まあ、もううまくいってないとこだらけだったから聞くの嫌だったけど毎回聞いて、うん、はい、でこう言われたことをこう、だからメロディーもレコードたくさん買うお金もなかったから、うんうん、ライブでやったメロディーをそこのメロディーの部分に切り出して、はい、でピアノの人が弾いてるメロディーをずっと鼻で歌い続けてメロディーを覚えて、次のライブの時はあの曲はバッチリですって言って行ったらその曲やってくれないとかなるほど、うん、同じ曲ばっかりやってたら曲は覚わらないからってどん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 新しい曲を覚えさせられて、そしたら 2,3,000 曲、まあ、まあ覚えるよねメロディーを、ね、やっぱりみんな覚えてるよね、だから このメロディーが来たらかこれみたいなのはもうし
いっぱい覚えてるので、うんうん、でないとやっぱりなんかこうで、そのこれが来たらこうなんだけどあえてこうとかっていうのもやっぱあるね、 裏切るみたいなのもあって、はいはいはい、やっぱそういうこうこの上の句が来たらこの下の句っていうのがたくさん知ってるから、うん、こう経験値があるから相手が何やりたいかよくわかるし、あここに行きたいんだなとか、あ裏切って裏切ってってことは次も裏切るかなと思ったらそのまま来たりとか、そういうので、で大きく見るとやっぱ上手い人ってちゃんと考え抜かれてて、うん、こういう風にしたかったんだなみたいなのとか、そういうのを察知する能力みたいなのがやっぱいるから、そういうのって若く、はい、は全部無理なのね、書き出すとか。そうですよね、どんだけ楽譜が頭の中にあっても、うん、人の心はわからないですもんね。そうなんだよね、だから同じメロディー弾いててもだんだんこうか細くなっていったら終わる感じがするけど、力強く弾いたらまだ続くかなとも思うし、だから、うん、譜面じゃわかんないみたいなとこあるんだよね、だから、うん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 、だからこう俺は結構目をつぶると譜面というよりかはそれぞれの音がこう線に見えるので、俺は目をつぶると、あなるほど、こうその線が、あこう落ちていくなって思ったらそこに対してアプローチをしていくとか、みんながこっちにいるから俺こっちで支えてようかなとか、だからよくみんなのその線が見えるってことですか。そう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 、全部全員の線が見えて、で聞こえてないけどメトロノームっていう、いわゆるその規則正しいテンポでやってるから、うんうん、なんかこう電車の枕木みたいにメトロノームみたいなのが見えてて、うん、それをみんながこう自由にこう飛びかかってて、あ大きい枕木のあるここにみんなアプローチしようとしてるなと思ったらそこに一緒に行ったり、俺はすかして次のフレーズに先に持ってったりとか、そういうことやってるって感じ。いやジャズのライブ何回か行かせていただいてるんですけど、うん、結構こう乗ってるっていうか、うんうん、足でなんかこうやって乗ったりとか自分こうやって聞いてるんですけど、うん、それが合ってるのか分かんなくなるんです。あそう、わざとねそれが分からなくなるような違う拍子を入れてきたりとかして、うん、みたいな。そうで自分このタイミングで揺れてるけど合ってるみたいな。わざとひっくり返したりすることがあるね。だからずっと同じビートだと飽きちゃうから、なんかわざとそう取らないようにしたりとか、うん、こうなんていうのかな、こうアドリブもこういうふうに8小節やってここに向かうだけじゃなくて、あえてここは無視してそのまま次のとこまで音つなげるとか、なんか一区切りで終わるんじゃなくてその区切りを乗り越えて次のとこまで持っていくとか、そういうのいっぱいやる、うん、で終わらないような変なところでポッて一回終わったと思ったらまた変なところでつなげて、はい、でも大きく見るとすごい芸術的みたいな。だからミクロとマクロを同時に考えてる、大きいフレーズ、大きいどういう物語作りたいのかなっていうのと、細かいこうなんていうの、これが来たらこれ、これが来たらこれっていうのがあるんだけど、これが来たらこれを全部合わせてるとすごくこうちっちゃい音楽になっちゃうので、大きく見て、あこの辺はやってるけど合わせんとこうかなとか、ここら辺はなんか何もないから俺がなんかこう作ろうかなとか、なんかこうみんなでこうアイデア出しながら作り上げてるみたいな感じ。へえ、やっぱ面白いですね。面白いですね。もう本当に知識も全くわからないけどジャズは聞いてて面白いし心地いいし、うん、ドキドキするんですよね。ドキドキするね、演奏してるとね。ドキドキします。うん、どこに行くのかなみたいな。その日あんまり乗れなかったっていうのは上手い人がやっぱあって、うんうんうん、やっぱりそのウェイン・ショーターとかああいう子すごいもう世界に名前を乗せる人でもやっぱりもうなんか演奏が全然うまく噛み合わなくて20点だった30点だったって本人も言うような演奏でも俺らからすると十分なんだけど、すごいかっこよかったと思っても本人としてはもっともっと高いところに行きたい、でも空回りしちゃったりとか、会話でもそうじゃん、なんかいつも楽しいのに今日はなんかあんまり乗らなかったなみたいなのあるじゃん。 あります、うん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 、そういうのと一緒だよね。だからなでそのこのでもなんていうのかな、こう点数が低いイコールダメじゃなくて、うん、だからその点数が低いのも面白いなっていうか、なんかねこう ワインでさソムリエっていう漫画があったんだけど、
漫画ですか？漫画でソムリエっていうのがあってね、でその中でこうソムリエさんがものすごく売り上げを上げてる、うんうん、でその人の視察にその主人公が行くわけですよ、うんうん、なんでこんなにこの人売り上げ上げてんだろうと思ったら、若い女の子とかに20万とか30万のワインをバン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 売ってるわけよ、うんうん、でいわゆるそのこうシャトーラトゥールとかそういうこう本当にこう高いワインをこう売りつけてるわけね、うん、でも本人はその主人公の人は安くても美味しいワインがいっぱいあるからそういうのをこう提供したいと思ってるわけ、うんうん、であるお客さんにしかもその一番年代の悪い要は美味しくなかったって言われてる年代のワインを出してて、はい、それを見て、うんうん、あこんなことしてまで売り上げ上げるんだって思って、そのお客さんにすいませんでした、もっといい年のワインを用意しておきますって言ったら、なんか君は勘違いしてるって言われて、うん、あの僕はそのソムリエの受け売りだけど、うん、そのワインっていうのは脈々と続くその不作の年があったり美味しくないワインっていうのはその作り手のせいじゃなくて、その時一生懸命やったけど美味しくなかったね、うん、で美味しい時もあるみたいな、でその、有名なワイナリーとかは不作の年はもう瓶詰めすらしない、収入がゼロになっても自分たちの誇りを守ったりするようなワイナリーもあったりするし、でもそれでも苦肉の策であんまり美味しいって言われなかったかもしれないけど出したっていうことは、うん、その伝統があると、うんうん、その伝統、いい年のものも飲んだし良くない年のワインもでももちろん出してるってことはちゃんとクオリティは高いですね、高いクオリティで本人たちが最低限のクオリティを通過したと思ったから出してるわけじゃん、うん、そしたら美味しいとこばっかり酔って飲むっていうのもこれも一つの贅沢かもしれんけど、うんうん、こう、 うまくいかなくてもがいてるっていうのも味わえる、うんうん、美味しい料理と一緒にそれを味わいながらそれを考えながらそのそれ自体のそのワインのその歴史を楽しむというか、うん、そういうのが本当の贅沢なんじゃないかなって僕は思ってるって言ってちょっと俺は感動したんだけど、なるほど、あの前回のその黒田先生の YouTube をあの見させていただいて、うんうん、歴史の回、うんうん、であのリスナーさんのコメントとかもあの読んだりしたんですよ、うん、でその時になんかもっと歴史を知ったらあのジャズを聴くのとか歌うのがより楽しくなるとか、うんうん、そういうコメントがあって、なんか自分は本当に好きな曲を好きなタイミングで、うん、なんか自分が楽しく歌ってるっていうだけなんですけど、その歴史とか知らずに歌ってるっていう感じなんですけど、うん、でも確かに本当に昔から応援してる人の曲と最近知った曲とかだったら全然違うし、うん、まあ、すごく簡単な浅はかな歴史かもしれないですけど、あのその自分の好きな人の中でもそのちょっとこの人はこの時苦しんだからこの曲を書いたんだとか知ってると、うんうん、より自分の気持ちが乗るというか、そうね、やっぱりやっぱいい時も悪い時もあって、なんか一つの音楽だからなんかその、うん、点数をつけるなんておこがましいんだけど、でもやっぱりその、うん、なんていうのかな、こうその時にこの人はもう最高に乗ってる時と乗らない、うん、乗れなかったんだけど一生懸命こう丁寧に弾いてるとことか、そういったところもすごいあったりとか、うん、うまくいかないけどなんとかこうバンドのサウンドさせようと思っていろいろお互いが工夫してて最後までうまく乗れなかった、でも成立はしてて、ね、やっぱりレコード会社ってその当時はやっぱり打者売れるから、やっぱり良くない、うん、やっぱりビル・エヴァンスの本とか読んでても本人は出してほしくなくてももう OK 出さなくても勝手に出したりとか、あーなるほど、もう取らずに勝手に出したりとかすることも多くて、本人はこのアルバムが人に聞いてほしくないっていうふうに言うこともあるんだけど、でも俺はそういうアルバムを聞くことによって本当にいいのもすごくいいと思ったりとか、あ、ここはうまくいかずに、あ、こういうところで悩んだりしてるんだみたいなところでも感動したりするし、みたいな、うんうんうん、だからうまくいってるのだけかいつまんで見るのも、まあ、それも贅沢だし、でも本当の意味で言うとこう、うまくいかないとこもうまくいってるところもどっちも合わせてすごいよねっていうところが
そんなもうレジェンドの人たちに俺の演奏はもうまだまだもうおこがましいかもしれないけど、でもやっぱりそういうのも感じていけるっていうのが、だから俺あの歴史書とかもたくさん読むんだけど、あ、そうなんですね。この時代ってなんか このアルバムってちぐはぐな感じがするから、なんでだろうって言ったら、やっぱりこう人間関係的にうまくいってなかったりとか、でも、でもうまくいちぐはぐなんだけど、何かこうお互いしようとしてて、それは良かったりとか、なるほど。だからこう絶対ね、こういう波が人間はあるんで、その波がやっぱ面白いわけじゃん。ずっとうまくいってる、なんか映画とか見に行って、その人がうまくいかなかったり努力したりとかするところをみんな見たいわけで、ずっとうまくいってて、ずっとうまく生まれた時から男前でお金持ちで、ずっと何不自由なくずっと幸せでした終わりだったらさ、多分誰も見に行かないと思うんだよね。こううまくいかない葛藤とか、そういうこう共感があるからこう膨らむわけじゃんみたいな、そういうところら辺がなんかこうあるとっていうことで、ジャズもそのうまくいってないのも、まあ、楽しめるとなんか最高だなとは思ったりする。合う合わないあるんで、うまくいってても苦手なものもあるし、うまくいってなかったら、あ、これはちょっと僕はダメだなって思う、そのうまくいってないものはこれはいいけどこっちは嫌だなっていうのももちろんそれぞれ、それは個々いっぱいあると思うんだけど、そういうところも含めて楽しめると、まあ、ジャズって広がるんじゃないですかねと思ったりするんですけど、なるほど、同じ曲でも違って聞こえるからね、全然ね、本当に、みたいな、なんか聞いたことある気がするけどこれなんだろうってなって、あの帰って CD とか聞いて、今日この曲やってたのみたいな、あ、そうっていうのとかもよくありますし、いや今日のアレンジなんかいつももっとウェイウェイな感じなのに、ちょっとなんか大人っぽかったなとか、そうその気分でその時でみんなで、あ、今日はこういう気分なのね、じゃあ俺らもこうしようとかさ、やっぱりウェイウェイに持っていきたいよねみたいな感じですることもできるし、なんかそういうこうなんかその日はどうなるんだろうみたいなところがやっぱり楽しいのかなと思う。それはやっぱりその会場とか、そうお客さんのね空気にもよるのよ。うん、だからクリアさんとかよく曲順言ってた曲順変えたりするから、それもさ口頭でなんか何々やるとかじゃなくてさ、全然違うイントロ、あれこれ絶対この曲と違うよねって言って譜面用意してんだけど、何の曲だろう何の曲だろうって直前に分かるところのフレーズ弾き始めて入らなきゃいけないっていうのはよくある。あ、そうなんですね。でもあのクリアさんとかはなんかやっぱりこう納得だよね、なんか、あのやっぱりそうなんだなとか、あ、次の曲合わない、この曲こうやって言ってたけどなんとなく会場の雰囲気で違うなって思ってると当たり前のように曲変えてくるから、やっぱそうですよね、みたいな、やっぱりこうやっぱお客さんの声援でもすごい変わるし、お客さんの空気感とか、お客さんが今どういう空気感を出してるかっていうのはやっぱ俺たちに伝わってくるので、そこでやっぱ曲が変わったりとか、アレンジが変わったりとか、あれテンポすっごいリハの時よりゆっくりすぎるよなと思ったけど、あ、今の空気にぴったりだなと思う時とかあるしね。そうリハ気になるんですけど、やっぱりなんか本番っていうか、そのアドリブがほとんどで、曲順もそうだし、あの譜面があるって言ってもどんだけの長さやるとかも、その本番でしかわからないっていう状況の中で、リハって何するんですか？リハはもうメロディー1回分だけやるんだよ、これ1回分だけ1回分だけやって、あ、こんな雰囲気だねみたいな、この曲はみたいな、はあ、であのクリアさんの曲と結構凝ってて、なんかこのメロディーの間にこう感想をつけたりとか、なんかいっぱいなんかこう仕掛けがしあったりとかするから、まあ、あのそのややこしいとこは全部合わせるけど、基本譜面1回分で、アドリブの部分はリハしないかな。アドリブはだってどうなるか分かんないから。そうですよね。その最初のモチーフとなる、このいわゆるそのこの曲やるっていう、その1回目の部分だけを合わせて、よくこうイントロコーダって言って、こうコーダっていうマークがあると、そこエンディングが書いてあるんだけど、
イントロコーダの部分だけ、ね、最初入って、もうそのまま終わりの練習、はい、入りと出口の練習と、その、なんていうのかな、メロディーの部分だけ練習する。そうなんですね。うん、まあ、じゃあ、本当に空気というか、みんなの世界観だけ、とりあえず一緒にしとこうみたいな。そう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 。あとは本番よろしくっていう感じ。そんな感じ。でも全然、全然違うじゃんみたいな。何全然違うじゃん、言ってたこと全く違うじゃんみたいなのそれもそれで楽しいってことですよね。そう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 、やってる曲も違うじゃんってなる時もあるし、そうそうそう、ある、うん、そういうのもあるし、だからお客さんの雰囲気とかもやっぱりね、参加する感じがある。そういうのってクラシックにはまあないよね、やっぱり、うんうんうん、クラシックでももちろんここもっと溜めようとかそういうのあるんだよ。やっぱなんか今日はこんな感じで、空気感こんな感じだから、ここもっともっと溜めてとかっていう、それはもちろんあるし、指揮者がその、うん、指揮者がそれを感じ取ってやったものに対してみんなが忠実にやっていくんだけど、そのドラム側がそんな発信するっていうのは結局できんよね、クラシックは、うん、指揮者がそれを感じ取ってやることはできるけど、ドラマーがアイデア出すとかはできないけど、ジャズはドラマーもアイデア出せるんですよ。なるほど。でも基本の指揮者はいるんですか、常に。リーダーが、そう、恵子さんだったら恵子さんが歌いたいように歌うし、うんうんうん、ただ俺がこういうアイデアでこっち行かないですかみたいなフィル入れた時に恵子さんが、ね、あ、いいよって言ってやってくれたりすること。ああ、なるほど。なんか今こんな雰囲気思いついたんですけどどうすかねって叩いて、はあみたいな顔されたら戻しますみたいなこともあるしそれはバンドのパワーバランスでしょあ、なるほど。でもうそのバンドリーダーが次ここ行くよみたいな、そうするっていう感じ、うん、やっぱり歌の人だったらやっぱ歌の人がやっぱりやりたい世界観っていうのを僕らができるだけ察知して気づいてやってあげるけど、うん、なんかやっぱり慣れてくるとこっちもアイデア出せるし、向こうもなんか今日こんな感じで言ってたけどこんな感じねみたいな感じで変えてきたりすることもあるし、うんうんうん、それをみんながキャッチできるかっていうところ辺がやっぱり、だから技術だけじゃないんだよね。だからその、うんうん、テクニックとか楽器のテクニックとかよりもジャズの場合はそのそういうこう音楽の流れを理解する力の方が大事なので、うん、なるほど。だから楽器めちゃくちゃうまいんだけどジャズ全然できんっていう人も世の中はやっぱりいっぱいいて、うん、はい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 、このテクニックはいっぱいあるけどこうなんかいろんなテクニックができるんだけどその空気が読めないとそう、それうまいけどなんでここでやるのみたいな人はまあまあ結構いたりしたり、うん、そうなんですね、うん、いや、まあ、面白いな。それをだからその場の空気ではこのバンドでは良くないかもしれないこっちのバンドではうまくいったりするか から絶対に悪いってわけじゃない、楽器がうまいのは正義なんで基本はね、うんうん、だけどやっぱりそのこのバンドでジャズの場合はテクニックももちろんいっぱい使うけどみんなやっぱテクニックよりも音楽の流れっていうのができる人の方がやっぱり仕事が多いしよく呼ばれるよね。だからその世界観が合う人しかやっぱりこう呼んでくれないというか、はい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 、はい、うん、だからこうよく僕が呼んでもらってる人とかがやっぱ世界観が合うというかなんかこうこの間とかもやっぱりこうなんていうのいい感じだよねとか1回目終わった時に言いに来てくれたしやっぱりこうお互いが同じものを共有してるなっていう人は一緒にやるけどなんかうまく、うん、それなりにうまくいったんだけどなんかお互いこう心触れ合うものなかったなって思う場合は次はあんまり声がかからなかったりするなんかその辺はなんかよくあるよね。そういう世界なんですね。そういう世界です。だからそのずっとなんか今まではうまくいったけど最近あんまりうまくいかないっていう時期もあったりするし、あー、なるほど。だからそういう時はもう仕事が減ってきたりとかする時期はまあ自分の充電期間だと思うようにしてて、うんうんうん、練習したりいろんな音楽聴きに行ったりとかするようにはしてる。うんうんうん、やっぱり聴くのもいい。俺やっぱりうん、もともと聴くの好きだからね自分の、うんうんうん、CD もいっぱい持ってるしライブ行くのも好きだからやっぱイマジネーションが高まるんですかね。そうね、そう高まるのも自分の演奏、僕はまあ自分が演奏する側であるのも好きだけどただのリスナーになるのも好きなんで、ああなるほど、うん、
ただ聴いて楽しんでるっていうのは、お酒飲みながらただ聴いて楽しんでる最高の時間だけどね。たまにそういう時にこう最高な時間を過ごしてます私も。たまにこうだからその後にこう一曲叩かないとかやったら、もう今日は飲みたいんですけどみたいな。もう酔っ払ってるから、もうイマジネーションも何もないしみたいな時もあるよ、うん、そうなんですね。そう でもなんかこう酔っ払って、でもこの演奏一曲ぐらい一緒にやってみたいなと思った時に呼ばれて嬉しかったりね。ああ、なるほど。今日はリスナーでいたいわと思う時もあれば、うん、曲混ざれると楽しいだろうなと思って、うん、やってみると全然うまくいかないかとかもあるし、なんか思いのほかうまくいったってこともあるしみたいな、うん、なるほど。まあ本当に宝くじみたいなものかもしれんけど、やっぱり準備しておくとつかみやすくなるよね。そういう面白さがあるんですね。いや本当になんか知ってるのと知らないのじゃ楽しみ方が変わりますね。そうね、ジャズはやっぱりだからそういう、こうルールとか知ってると、あ、うんうん、もちろんルールがもっともっとルールを簡素にして自由にやるバンドもあれば、もっともっと厳密に全部譜面通りやってここの部分だけがっていうのもあるよね。だからジャズのジャンルとかでやったんだけど、昔のスイングジャズっていうのはもう譜面に全部書いてあって、自由な部分はちょっと少ない、こうダンスミュージックだから。だけどだんだんそのアドリブの部分がどん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 引き伸ばされてきて、今だとこの譜面を1回分や、譜面をメロディー1回やったら、あとは長くアドリブをやっていって、またメロディーに戻るようにアーチを作っていくって感じ。うん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 。ソロの順番とかその場で決まる時もあるし、リハでじゃあこの順番ねっていうこともあるし、言ってたけど変わることもあるしみたいな。フレキシブルにできなきゃいけないって。なるほど、大事ですね。はい、ということで、まあでもそれはライバーさんもそうでしょう。この曲歌おうと思ってたけど、なんか今その雰囲気じゃないなとかって変えるでしょ。めちゃめちゃあります、ね、でも本当にセトリとか逆に最初から決めたりすることもほとんどないので、うんうん、その場その雰囲気で、まあ、リスナーさんが聴きたい曲だったり、うん、なんか今の釘だとこれ歌いたいなと思うこととかあるじゃん。あります、あります。まあでもカラオケだとさ、ピッて言えばその通りやってくれるけど、ジャズの場合はそれを自分の演奏で伝えていくって感じ。うんうん。でも歌い方は結構変わったりもするよね、うん、はい、変えたりしますね、うんうん、もうフェイクとか入れ方変えちゃったりみたいな。うんうん、それと一緒ですよ基本は。うんうんうん。それをだからこう楽器の他の人にもその伝えるように演奏するっていうのが難しい。うん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 。いやでも面白いですね。また皆さんの顔を見ながら聞くっていうことの楽しさとかも、はい、また分かりますね。はい、じゃあまた今度ライブ見に来た時にその感想を聞かせてください。ぜひよろしくお願いします。楽しみに。はい、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。